はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました、本日ですね、2012年10月25日木曜日18時40分ですね、を回ったところでございます。もう日はだいぶというか、もう日はね、暮れまして夜になっていますけれども、だいぶね、寒くなりましたね。すごいですね、もう11月にもう間近ですけどね、寒くなりました。で、本日はですね、実はもう大阪に本当は帰ってるはずの人をですね、お引き止めしましてですね、ここで撮影をしているところでございます。株式会社エコライフ代表取締役の上田豊弘様にお越しいただきまして、今日はお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まずですね、上田社長にですね、簡単にですけど自己紹介をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。自己紹介といいますか、上田豊弘と申します。大阪の藤井寺市というところに、家がありまして、そこに拠点を構えてもう55歳になりました。55歳、生まれも育ちも大阪なので、東京に2年ほど、30年前に仕事の関係で勤めたことがあって、神田の神保町が仕事場で、近所じゃないですか。十条に住んでましたけど。あ、十条に住んでましたね。はい、2年間だけです。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあ神保町仕事されてたと。そうです、そうです。なるほど、なるほど。このありがとうスタジオに、もう本当ほぼ近いところに、30年前ですか。30年前です。お仕事されてた。そうです、そうです。ちなみに今、事業されているエコライフという会社はいつからスタートされたんですか。エコライフ自体は13年前。13年前、ね、はい、じゃあ10年以上もこの事業されているんですね。ですね、はい、じゃあまずですね、いつもの通り3つのクエスチョンね、用意させていただいておりまして、1つ目のね、クエスチョンに移りたいと思います。お仕事、お仕事どんなお仕事でしょうか、ということですね。お仕事は、じゃあお願いします。仕事はですね、いい言葉で言えばリサイクルショップです、ね、リサイクルショップ。悪い言葉で言えばゴミ屋ですね。ゴミ屋さん。最近はリサイクルショップ言ったら大体って想像してもらえるんですけど、特に東京の人、そうですね、東京のリサイクルショップね、多いですね。関西ではね、10年前はなかったですよね。古道具屋さんいっぱいありましたけどね、小綺麗にしたのが、リサイクルショップかなという感じですね。大阪のどちらでリサイクルショップやられてるんですか。本店というか東大阪です、本店は東大阪、はい、何店舗持ちなんですか。今は5店舗ですね。何店舗かはやめたところもありますけど、本当ですか、今は現在5店舗で。5店舗ですね。そうですか、全部関西圏ですか。大阪が4店舗と奈良県に1店舗ですね。奈良県ですね、奈良に1店舗、はい。じゃあかなり手広くというかやられてるんですね。いやいや、その手広くじゃなくて、小さいですよ。その東京近辺のリサイクルショップさんにはもう、ましてや上場会社も最近できつつありますからね、リサイクルショップを、リサイクルショップの上場会社ですね。大手と言われる、見事に抜かれてますね。ぽよーんとシュッと抜かれてますね。そこはちょっと頑張らないとダメですね。ちなみにどんな商品をリサイクルショップの中では育てらっしゃるんですか。簡単に言えば人間以外全部ですね。人間以外全部、総合ですね。総合、人間以外全部。家電ですね、家電、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、あとは家具ですね。家具で、雑貨、少し医療品ですね。医療品ですか。私自身のこのエコライフ自身は家電に特化する部分が多いんですね。家電が好き、好きというか、社長自身が家電が好きだと。家電が好きですね。なるほど、なるほど。ということはやっぱり家電が一番売れ筋ということですか。売れ筋ですね。力入れてますね。なるほど。家電の中でも何が売れます。夏場は冷蔵庫。夏場冷蔵庫、洗濯機ですね。洗濯機、普段は液晶テレビとかそういうテレビ系でしたけども、ブランカーの時代は売れ筋の一番でしたけども、多少こう値段が下がってきてますので、液晶テレビも、で入り方もちょっと悪くなってますね。そうかそうか、仕入れの方も仕入れの方が難しくなってきてます、ね、難しいですね。
貴重品ですね。ちなみに私あの私も リサイクルショップはね、あの近所にあるところをよく利用させてもらうんですけど、はい、リサイクルショップってどのぐらいその市場に出てる価格と比較するとどのぐらいの安値で、はい、安値というかどのぐらいのその金額でね、はい、あの販売するのが、まあ、通常というか通例なんですか。あ、はあ、うん、まあ、新しい感じというか、まあ、2012年もの、13年もの、10年、あとはもう10年前のもの、はいはいはい、その家電に関してはやっぱり5、6年以内5、6年以内が基本ですね。5、6年以内が基本だいたい、まあ、うちではですね、うん、あ、まあ、店によって違うでしょう。なるほど。経営者に家電はそうです。家電はね、で、もちろん 1、2年前の手に入れたいんですけども、うん、なかなか手に入らないんですよね。そうですよね、入らないですよね。例えば5、6年前のものでそのどのぐらいのその市場価格とどのぐらいの差をつけるんですか。そうですね、うん、まあ、テレビで言えば1、2年もので言えば、うん、6割、6割、7割ですね。で、4、5年前になれば逆に3掛けぐらいですか。3掛け。10万円としたら3万円ぐらいですか、ね。3万円ぐらいで。当時10万円だとしたら3万円ぐらいですかね。うん、結構価格弾力性はあるものなんですか。いわゆる高いと売れない、安いと販売できる、あの売れるっていうのは、ね。まあニーズその層がいろいろありますので、うんうんうん、お金持ちはもちろん、うん、新品だけしか買わない人ももちろんあるんですけど、うん、うちらの店で来はる人でも、ええ、やっぱりベンツ乗ってはる人も来はるんで、あ、それは人によってその人によってやっぱり違います。違うんです、ね、男感があるという感じる人は来ますし。なるほどね、はい、ちょっとあのこのお仕事の質問長くなってしまいましたが、はいはい、すいません、そしたら次の質問にね移らせていただきたいと思います。はい、この仕事を始めたきっかけは何でしょうか。きっかけはお金に困ったからですね。おお、それはあの意外ななんか回答が返ってきましたねまあ、あの、うん、私の今サブになってるマネージャーと、まあ、右腕格がおるんですけど、はいはい、そこに私もともとお絵劇の販売会社やってまして、そこにコピーを納品したんですね。おそしたらここ あのチェーン店の店長をやってまして、でこんな仕事あるんかなというのが分かって、まあ、系列店であのフランチャイズなので、まあ、全国にあるんですけど、うちの系列か、はいはいはい、たまたま京都の、うん、そこの店長をしてはりました、はいはいはい、でまあ、1、2年経った時に、まあ、まあ負債を抱えたので、人のですね、はいはいはい、で返せないと、その今の仕事だけでは、うん、ということで転職儲かるかって聞いたら、うん、お前次第や言われて、うん、お前次第やけど頑張ってみるか言われて、うん、でまあ一か八かでやりましたね、うん、当時なかったんでね、あんまりこういうケースが出始めの職種でしたんでね。あ、なるほど。全国的にもですね、うん、何かこの商売を始めるにあたって、ね、その社長がね、上田社長が何かピンときたものってなったんですか。やっぱ利益率でしたね。あ、利益率か。あ、言えないですけど。あ、まあまあ言わなくて、言わなくて言えないですけどやっぱりリスクがある分だけですよね。取れましたけどね。なるほどなるほど、ね、競争もなかったし、うん、今結構競争がまた激しくなってきてる。そうですね、今は利益が取りにくいですね、うん、特にインターネットが始まってからと、ヤフーオークションもありますし、価格は全部分かりますよね、うん、なるほどね。当時は適当でしたからね利益率を見て、価格をつけていたっていう感じですか。そうです。あ、なるほど。結構厳しい時代になってきましたね。厳しいですね、特にインターネットの価格帯が公表されてからは、うん、みんな見ますからね。ですね。そっか、なんか新しい事業を展開しないといけないですね、これからね。そうですね。なんかあの中国系のお話もなんか少しあるみたいで、まあ、うん、日本国内でも頑張ってるんですけど、うん、まあ、魚のおる、元気のいい魚がおるっていう感じの、うん、まあ、お客さんですね、うん、を見つけるために、まあ、そうですね、あの出店したいですね、うんうんうん、それも考えてるんですけど、うん、あの私も漏れなくやっぱり中国でビジネスしたいというふうに思っているんですよ。あ、うん、なので、ね、あのやっぱり元気が、ね、いいですから ね、元気がいいし、でやっぱり日本ってやっぱりどんどんどんシュリンクしていきますから、はい、うん、そういう意味ではやっぱり海外にね市場を求めるっていうのは、まあ、自然のなりかもわかりませんよね、うん、まあ、ただそのつてというかなかなか言葉の問題と人間関係の問題でね、うん、
まあそうですね、そこをクリアできると思いますけどね。そうですね、多分そこをねきちんとクリアできる会社がちゃんと中国で生き残っていける会社になると思うんですね。だからその乗り越えるだけの力をつけないといけないなっていうのは私はすごく今感じてますよね。今まではもう何もわからないまま、まあ一人の、ね、中国人の人をたどって行ってみようかという、細い糸一本で行ってましたからね。いやでもそれでも行こうかみたいな感じでしたから、多分それがそのやっぱりバイタリティが成功に十分ですよ。絶対そうだと思いますね。成功したいですけど、ね、成功したいですね、ありがとうございます、はい、じゃあ最後の質問をねさせていただきたいと思います。はい、はい、この事業をしていて、はい、大事にしていることって何かありますか？そうですね、それは私はやっぱりどう言ったんですかね、このやっぱ人じゃないですかね、人ですね、人だと思いますね、人とあとは思いやりじゃないですかね。思いやり、思いやりですね。あ、いいですね。ちなみに思いやりで思いつくなんか思いやりでおなんか社長としてね、はい、なんかどういうところに思いやりをこうかけてやっていきたいなと思ってらっしゃいます？例えばみんなが喜ぶ、自分だけが喜ばない、あ、その始めたきっかけ、リサイクルショップをするきっかけはそれだったんですけど、その貿易機の場合はリース契約いうのをでこう販売するんですけども、コピーとかファックスとかまた使えるのに買い替えさせてしまう、こっちの方が安いですよとか、例えば5万円払ってるの3万円になるからこっちの機種にしなさいとか、得ですよとか言ってるんですけども、結局は延長させてるだけなんですよね。使えるのをやめ、前言ったらやめさせてというか、それの逆なんですよね、リサイクルショップ。そうですよね、まだ使えるものをちゃんと活用していこうっていうね。そうですね、そういうことですよね。それと売ってくださる人もお金になります、うん、喜びますよね。あ、確かに、ね、で消費者も安く買えたから喜ぶ、喜ぶ、あ、そっか、やってる方も、利益、多少利益があると三方よしってやつですね、これ。そうですね三方よし、それがきかけですかね。悩んでましたからね、前だ騙すんじゃないですけども、契約の下でもちろんやってるんですけども、使えるのに使えないですよみたいな、こっちの方が得ですよという販売方法ですからね、貿易機の場合は、それがこう何ていうか毎日毎日大変でしたね、心のコントロールというか、ああ心のコントロールだね、でも全部で5店舗ですか今展開されていてね、もう相当苦労なされてここまで来られたんじゃないかなとね思いますけどもね。ということでもう時間かなりオーバーしてますかなり時間オーバーしてますけど、そうですか、はいはい、どうもありがとうございました、うん、で、最後に先ほど少しお伝えしましたけども、はい、ありがとうテレビですから、はい、感謝をしたい人にですね、はい、まあ、感謝の気持ちをお伝えするというコーナーがあるんですが、はい、なんかどなたかね感謝をしたい人っていらっしゃいますか？そうですね、まずは今支えて仕事でですね、はい、支えてもらってるのはやっぱり従業員だと思うので、従業員の一人一人にありがとうというのが言いたいですね。ちなみに今従業員の方って何人いらっしゃるんですか？パートアルバイトさん入れて今40名になりますかね。今やっぱりね、気にしますよね。はい、他にはなんか、ね、まあ、あとはまあ義理、姉が、まあよまあ、3人おるんですけども、その姉のなんですかね、こう思い、普段はボロクスに言われるんですけど、やっぱりいつも思ってもらってるので、 はい、あとは子供たちですかね、はい、自分の、はい、じゃあ、そういうね、もう、はい、周りの人たちに、周りの人たちにね、感謝の気持ちをお伝えしましょうか、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございますはい、まあそういうことですね、はい、というわけで、本日はですね、株式会社エコライフの、上田豊弘社長にですね、おいでいただきましてお話を伺いました。なんか非常に熱いお話をね、伺いました。ありがとうございました。そうですか。上田社長のね、成功をお祈りしまして、はい、これでね、はい、ありがとうテレビを終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。